こんばんは、吉谷さん。初心者の人からよく来る質問、そうですね、初心者でもできますかっていうのと、確実に儲かりますかとかね、何ヶ月ぐらいで稼げるようになりますかってやつですよね。いや、これ初心者ならではの質問ですよ。初心者の方はこういう質問しますし、結局こういう質問しかできないと思うんですよね。もう仕方がないことだと思います。じゃあ今回はね、私こういうのも多分吉谷さんあると思うんですよ。例えばね、速稼塾に入ってないのに、もしくはドリアカに入ってないのに、ここまでね、丁寧に答えていただいて申し訳ないです、ありがとうございますみたいな言葉聞いたことありません？私はね、いや、申し訳ないことないですよと、悪いと思うんだったら今すぐ入会してくださいって言えば済むことなんでね。いやいやいやってなるでしょ。で、結局その人の時間や情報とか知恵っていうのを盗む人っているわけなんですよ。で、盗むって言ったらちょっとね、どぎつい言い方になりますけども、その自覚があったら、やっぱりビジネスっていうのはね、やっぱり何かをしてもらったら何かを差し出すみたいな、提供と交換の原則でできてると思うんですよ。もちろん取りっぱなしでも、ビジネスが成立するといえばするんですけどもね。まあ、その辺どう考えるかなんですけども、やっぱりきれいに払う、きれいにもらう、これしかないのかなと思うんですよ。やっぱりこう、申し訳なさを感じたんだったら、その申し訳なさを解消する方法としては、対価を払うっていうのがね、はっきり分かってるわけですから。で、やっぱり吉谷さんにしても私にしてもね、何かこの情報や知恵とか解決を与えた時って、それはビジネスをこちらから差し出してるわけですから、じゃあビジネスを受け取ったんだったらどうすればいいかってことは明白なんですよね。でもまあね、無料で答えてもらってすいませんっていう言葉っていうのはどういうことかって言ったら、お金を払うつもりはないって言ってるんですよね。まあまあね、来月になったら入りますとかね、来月になったら参加しますとか、もうちょっとしたらとか言いますけども、まあこれはね、あんまりいい考え方ではないかなと思いますよね。やっぱり一つ一つ必要だと思ったことは済ませていかないといけないですし、やっぱ金が払うのが惜しいっていうんだったら、それもね、正直に伝えてもいいと思うんですよ。いろいろとやってもらってますけども、金を払うレベルじゃありません。でもいいんですよ。やっぱこう、すべて正直に話すことかなと思うんですよね。まあ、それによって仲が悪くなるようでしたら、やっぱり縁を持たなくてよかったと思った方がいいと思いますし、まあやっぱりね、どういうふうな質問をしたらどういうふうな答えが返ってくるかってことも、一つ一つが自分の血となり汗となり肉となるというふうな考え方が必要かなと思いますよね。で、あとね、こういうのがありますよね。今までいろんなところで騙されてきてお金がありませんと。だから何なのってことですよ。で、いろんなことで失敗してきて、ね、私たちは関係ないことで失敗してきて、だからお金がないから、真面目にやってる人には対してはタダでやらせてくれっていうのか、値引きを要求するのかっていう発想になってきますよね。だからね、そのビジネスにおいて人がつけた値段っていうのは、ファミレス行って何ですかね、598円のパフェがあるとするじゃないですか。いちいち値引くんですかってことなんですよ。 やっぱりね、販売者って相当購入者のことを考えて価格設定をね、価格設定のセンスもビジネスですからね。まあ、そういうふうにして、価格っていうのは一つの作品なわけなんですよ。で、支払いの仕方も購入者の方に配慮してやってくれてるんですよね。それに対して、この値段はいわゆるね、おかしいという言い方をしたりとかね、そのおかしい根拠が、自分はお金がないからもっと値下げしてくれていいんじゃないかなっていうロジックになるってことは、これもビジネスにはならないですよね。だからビジネスになってる以上は、正当な対価でお支払いすると、価値を感じたんだったら価格以上に払ってくれても全然迷惑ではありませんしね。ただね、やっぱりこう、価値を感じてないから、例えば30万では買えないって言った時に、じゃあ10万にしてくださいって話は、それはする前にその目の前から去るしかないかなと思いますよね。まあ、こういう質問も結構出てきてるんじゃないかなと思います。で、吉谷さんも後半言われてましたけどね、お金を稼ぐセンターピンっていうのは発信するってことだけじゃないんかなと思います。で、私は今 YouTube から、例えば今月ね、20万円ぐらいになるんじゃないかなと思うんですよ。 YouTube からの、広告収入がね。ってことは、この倍やると40万なんですよ。で、10倍やると200万なんですよ。簡単ですよね。でも何もやらないと YouTube は1円もくれないですよね。で、 Google も一緒です。私 Google も使ってますけども、 Google から収入もらおうと思ったら、 Google に対して何かしらのコンテンツを提供、納品しなければなりませんよね。 YouTube に対しても私の動画を納品するからこそ広告料が入るわけなんですよ。それがね、作業をしなかったら、じゃあどっからお金もらうんですかってことですよね。どこにも納品してないわけですから。そういうふうなビジネスとしての捉え方をしていかないと、ビジネスとしての評価、お金をもらうことってのはまあないと思いますよね。まあ、それでしたら、ビジネスとは言えませんけども、
箱を持って駅前にでも立ってね、募金お願いしますと、恵まれない私に募金お願いしますっていうのも一つなんじゃないですかね。まあ、ことね、ネットビジネスっていうのは概念が分かりにくいっていうのは昔の話で、今はっきりしますからね。集客するために発信すると、商品説明のために発信する、で売り上げを上げるためにセールスのために発信する、もうこれしかないじゃないですか。簡単ですよね。商品があって集客して売るわけでしょ。で、商品はどういうふうに説明するかって言ったら、別に YouTube とかブログでいいわけなんですよ。どうやって集客するのって言ったら YouTube とかブログで集客するんですよ。で、どうやって販売するの、 YouTube とかブログで文字でセールスするんでしょう。だから、まあ、YouTube にログインするしかないのかなと思いますよね。なんかその他のことをしていて Google がお金払ってくれるっていう、まか不思議な現象ってあるんですかね。多分ないと思います。で、ビジネスを仕掛けるんだったら誰に対してお金を払ってくださいっていう風な立ち位置なのかもよく確認しとかなくちゃいけなくて、 YouTube に関しては視聴者さんから直接っていうのもありますしね、それから YouTube を通じての広告収入っていうのもありますよね。まあ、非常にシンプルなんですよ、インターネットの中のビジネスっていうのは。リアルな世界みたいにこうぐちゃぐちゃしてないんで、ビジネスの初心者の人なんてのはね、まさに YouTube でなんか表現しまくったらいいんじゃないですかね。それ以外にやることがないんで。で、効率よく収入を上げたかったら、それは YouTube の、特質とかをね、学んでいかなくてはなりませんけども、まあそれに対しても費用がかかるわけじゃないしね。私明日ね、 YouTube のね、なんとかかんとかっていうところから招待が来たんですよ。どこだったかな、あ、 YouTube イベントクリエイターキャンプから招待が来ました。抽選でね、選ばれた人にこのメールが来るんですけども、ちょっと楽しみだなと思いますよね。イベント内容、なるほどね。はい、では、こんなところですかね。